そうですね、泣きました。はい、はい、泣いちゃいました。はい、泣いちゃいました。はい、このお話をいただいて、僕も涙の効能というのをちょっといろいろ勉強しました。で、その中で涙を流すことによってストレス解消効果があったり、あと癒しですね、あるっていうのを知って、涙を一粒流しただけでストレス解消効果が1週間続くと言われていますので、今回の目的としましては社員さん同士のコミュニケーション、新たなコミュニケーション作りに生かしてほしいというのが目的ですので、お互いやはり社員さん同士で泣き顔を見せ合うという機会がありませんので、まあ、企業様に出向いてこの企画をやるので、できるだけ感情が表に出るような環境づくりと、あとはその感情が出た時にその感情とできるだけね、短い間なんだけど、まあ、寄り添っていけるような、そういうなんか存在でありたいなと思いますね。それからこういうことがあったっていうのを後日談で聞いたことはないんですけど、例えばプログラムを受ける前と、あとプログラムを受け終わった後の女性の表情っていうのがすごい劇的に変化するんですね。すごいなんていうのかな、優しく、あとはもっと魅力的になるので、そうですね、はい、沖縄っていうことで、ね、すごい彫りが深くて、なんかすごいパッチリされてて、はい、そうですね、ちょっと恥ずかしかったです。はい、はい、すごく照れました。はい、なんか僕も沖縄系の音楽をやってる中で、その人々に癒しを与えたり、リラックスをさせたり、乾いた風そよぎ白い波の下で、特に日本というのは、なんていうのかな、自分の感情をあまり表に出さないというか、我慢するなんか文化っていうのがあったりしますよね。だからそういう表に出せる方っていうのはすごい魅力的だし、もしまだ無意識のうちにその表に出せない、感情を表に出せないという方がいらっしゃったら、このイケメスを焚き火ですね、それを利用してもらえたらいいなと思いますね。はい、諦めないフリスロの風そよぐその日まで、結構癒してくれるような女性の方に来ていただいて、やってみるといいのかなっていうふうに思いました。やっぱり今、特に日本では男たるもの泣くべきではないという価値観が今までは普通だったんですけれども、はい、泣き顔とかを見れたらまたそれはそれでこう親近感が湧くといいますか、なんかそういうこともあるかなと思います。男女問わず涙活という活動は非常に大切だと思ってますので、この涙活を世界中に広めていきたいなと考えています。はい、いや間違いなく泣きますね。自分ではそのホホポンとかはさすがにないですね。はい。